おはようございます、フォルテです。シャキーン。本日は、もう今月末に、熱情の CD のレコーディングが迫ってきております。まあ、今回はね、熱情全楽章と、まあ、ラフマニノフとか、あとはね、ショパンとか、ちょっとね、もう熱苦しいプログラムでいこうと思っております。熱情の経過報告をこの動画でしたいなと思っています。全楽章ってことなので、まあ、それだけで約25分から30分あるというわけなんですけども、自分の中では、もう最高の仕上がりになってきています。今自分が出せるベストを CD にね、収めれそうな感じがしております。もうね、最初のね、1ページが一番時間かかってるんですけど、その研究要素としては。こんな感じで何回もやってます。みたいな感じで頑張ってます。もうここら辺がやっぱかっこいいですよね。で、一番いいのはね、やっぱここら辺ね、高揚していく感じ。楽しみにしとってね。頑張ってます。まあもう本当にね、ほぼ仕上がってる。
で、やっぱ最後の駆け上がりもかっこいいんですよね。でもその前のここ。ならないようにね。今のは結構ガチ。前ね、本番でもやったことあります。卒業演奏会の時にこれやっちゃったんですよ。1楽章はこんな感じで、まあ、2楽章で全く雰囲気を変えて、すごいもうなんか天に召すような感じ目指してます。天に行く感じ。でもね、ずっとうちにある心の火が燃えないようにずーっともうグツグツ。はて。まあ、こんな感じでずーっとグツグツしてて、こっからね、美しく天に召す感じ。で、その後に最後の熱情の三楽章。こうやってね、もう。
たいな感じで頑張ってます。で、一番の最高のところは俺、これってやって、もう盛り上がってきたら、めちゃくちゃかっこいい熱情、今ね、今月末のレコーディングに向けてめちゃくちゃ練習します。まあ他にもとかあとはもうこれラフマニノフとか、まあめちゃくちゃ熱いね CD を今一生懸命頑張ってます。というわけでね、まあ今日はちょっとね、記録として熱情の、まあ、練習の今経過報告、CD レコーディング間近の、様子をちょっとね、残したくて、撮りました。楽しみにしとってください。というわけで頑張ります。ここまで見てありがとうございます。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。これマッチョ、嘘マッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。